はい、こんにちは、ケジカです。今日紹介するクランクベイトはマンズのベビーワンマイナスです。ベビーワンマイナス、このモデルは1989年に発売されたモデルなんですね。いつも思うんだけど古くね。バスプロのポール・アライアス監修のもと制作されたルアーです。めちゃめちゃ釣れたらしいっすよ。このルアーの狙いとしてはマッディシャローで数を釣るために開発されたモデルです。サブサーフェイスをぐわーっと巻いてくるルアーなんですね。スペックなんですけど、ボディサイズは 55mm、 重さは 10.2g、 先行芯では50センチ以内だと思っていいと思います。ちなみにこのモデルはこっち側に、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、こっちにベビーワンマイナス、こっちにマンズって刻印されてるんですね。ダブルスタンプって言われる初期モデルだそうですね。これはまあ古いと釣れるわけじゃないんでね、今のモデルでも全然釣れるらしいですただそれだけっていう話です。リップはちっこいですよね。そのラプロンもすごいいっぱい入ってますね。ラプロンがこれも特徴ですね。という感じのベビーワンマイナスの泳ぎを見ていきましょう。グッドボタンお願いします。はい、ではベビーワンマイナスの泳ぎです。いやー、このロール、暴力的なロールすごいっすね、これ。もう、やばくないですか、これ。バーン、バーン。水に平手打ちを食らわすような、激しいローリング。お尻も振りますね、これ。激しすぎますね、もう。こうやってこう、マッティシャローの魚を打つとですね、もうやばいっすね、これ。この映像はやばいっすね。この映像はちょっとやばいですね。衝撃映像です。うわ、すごいなこれ。5分ロール。5分ロールのロールが強すぎるとこうなるんですね。でもお尻も振るな。やっぱりこう個性的ですよね。でもなんかこう、結構まとまってるというか、まとまってこう泳いでいく感じですよね。バタバタというよりはなんかこう、ドリルのように、こう、ガーッと水をかき回しながら行く感じですかね。まあ、ルアーは強いルアーですね。明滅。半端じゃない明滅ですね。いやー、個性的ですね、これは。うん。ぜひ。すごいな、この映像は。すごいな。このボールはすごいね。ぜひ、このマンズのベビーワンマイナス、マッディシャラを攻略に使ってみてください。もしこの動画が面白かったら、チャンネル登録をお願いします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後もケジカ流の釣り方をお伝えしていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。